東京、はい、ということで、大井の、ね、10月6日11レース、水曜日11レースの G2 競争、ダート 1200m JPN2 のね、まあ、こちらの予想をしていきたいと思います。秘密結社フェガマソーツ8でございます。よろしくお願いいたします。まあ、そんなわけで、ね、このレース、まあ、ダートの短距離戦っていうのがね、まあ、大体1002路線、1004路線がね、まあ、それぞれ、まあ、1002が得意な馬も1004に出てくるし、逆もまたしかりということでの適正の出し入れ、もう本当は重要なんだけれども、まあ、それにしてもね、強い馬は強いっていうかね、そういったところもあって、今回はまずはこんな感じで予想をしてみました。まあ、まずはね、軸は1番のレッドルゼル、まあ、ドバイゴールデンシャヒーン2着以来ということで、まあ、海外帰り初戦というのは気がかりなんですが、まあ、海外帰りって言ってもね、まあ、大体アジア圏内だったら、まあ、通常より1ヶ月2ヶ月余計に休養させて立て直せば、まあ、最近はねそんなに気にする必要もないのかなみたいなところもあります。まあ、ですのでね、ここは信頼をして軸でいきたいと思います。まあ、そして2番サブノジュニア、まあ、交流重賞2着など、まあ、大井の短距離馬としては実績最上位の1頭、まあ、このメンバーでも十分通用してくるかなということで、印は残しておきたいと思います。そして4番コパノキッキング、まあ、海外帰り、これをね一つ叩いて、まあ、ドバイでこそ負けたものの、ね、その前のリヤドで勝ってますし、信頼をしてもいいのかなというふうに思っております。まあ、そして5番竜のユキナ、まあ、現在ね、ダート短距離で連勝中、まあ、連勝というかね、上り馬、まあ、交流重賞ここ3戦で2勝2着1回みたいな感じになっています。まあ、上り馬、まあ、トップクラスのね、レッドヌゼル、コパノキッキングが、まあ、海外行ってそこからの立て直し、リカバリーに当てていた期間に上ってきた馬ということで、まあ、いわばね、まあ、上り馬、新興勢力対旧王者っていう意味ではね、これは非常に興味深い一戦になるのではないでしょうか。まあ、そして10番サクセスエナジー、まあ、この馬ね、ダート1400が本職なんですけれども、まあ、とはいえ 1400m でのレース、ここのところ、まあ、調子が落ちてきたように見えるのが、まあ、調子が落ちてきたというよりは、まあ、筋量負担がね、他の馬と比べて重くのしかかるようになってきているという点が大きいのではないでしょうか。まあ、ここはね、1200m 戦の代わりに、まあ、筋量差がね、そんなにない、ほとんどないですから、まあ、信頼を置いてもいいのではないかなということで、紐には拾っておきたいと思います。まあ、そんなわけでですね、今回、まあ、こういった形で、まあ、またね、手堅く当てていきたいなと、巻き返していきたいなというところですので、ぜひ、チャンネル登録の方もね、こちらお願いいたします。また、週末の G2 2つに関しては、日曜日の G2 2つはメインチャンネル、フレガム TV で、土曜日の2歳重賞に関してはこちらのフエガムスポーツでアップする予定ですので、そちらも含めてチャンネル登録の方ね、両方別チャンネルでやってますので、よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。